ほら、魚だな。やったー。こっちじゃないかな。ふふー。結構いいサイズだ。あ、だいぶいいサイズだ。あ、だいぶ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 いいサイズだ。でかいこっちだ。あ、ドラグナル。いやー、暑いですね。今の時間は12時半です。30度超えてます。釣り人としてはちょっとっていうね、時間帯ですけども、もうしょうがない。起きれなかったね。北部行けなかったんで。今日はチューブで、チャラチャラってやって、渋滞前に帰りたいと思います。頑張っていこう。一匹、何でもいいんで、一匹釣れたら嬉しいですね。ほんで今日は、ソルティスト。ソルティストとエクセンスのね ML のロッドがあるんですけども、まあ、これを使ってね、まあどれだけ気持ちよくキャストできるかなっていうのをちょっと試したいだけなんで、まあ軽く流して終わりにしたいと思います。行こう。暑い。こういう田舎道をね歩いてるといいですよね。まあ、田舎というかもう何もない畑道でいいのかな。はい、とりあえずまあいつものLG ミノーでね流していきたいと思います。バックラした一投目バックラした。でも大丈夫、もう一回投げれば治るから。今の潮位がだいたいプラス130くらいだと思うんですけど、それぐらいからこのポイントはエントリーできます。まあ130じゃねちょっとだいぶ濡れちゃうんだけどね、まあ気にしないよっていう人であればいいかなと思います。スピットポップ70。ここねトップウォーターでもコチちゃん釣れるんで結構面白いです。トップでコチ釣りたいな。お、なんかいた。来た。あ、バレた。あ、メッキか。もう一回来た。な、なんだ。目の前がさ、なんか魚が通るからさ、ビューってまたなんかちっちゃいメッキかな。なんやなんやと思ったら魚が来てた。ちくしょう。いやー、ベイトはいるんだけどね。ベイトはいるんだけどな。ほら、魚だな。やったー。こっちじゃないかな。ふっふー。結構いいサイズだ。あ、だいぶいいサイズだ。あ、だいぶ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 いいサイズだ。でかいこっちだ。あ、ドラグなる。でかいこっちだ。ちょっとドラグ緩めよう。やったー。でかっ。ちょっと自信がないな、これ以上は。あ、でかいよ。すげえでかいよ。あ、もうもうもう。よしよしよし。よっしゃよっしゃよっしゃ。暴れないで。暴れないで。暴れないで。おお、暴れないでって言ったろうが。暴れないでって言うたやんけ。ちょっと強引に行こっか、もう。よいしょー。でかいー。やったー。すごいでかい。よし、フィッシュグリップ。すごく大きいコチが釣れました。ふぅやったー。これは両手でいかないと無理だな。はい、じゃあ釣れましたのはめちゃくちゃでかいコチが釣れました。どうだこの頭。痛いな。もう80くらいあんじゃねえのか。これで40でしょ。4、6、え、あれ。よしよし。落ち着いたか。落ち着いたら写真撮ろうぜ、一緒に。俺と一緒に写真を撮ろうぜ。いや、かなりでかいよ。かなりでかい。これで4、20、
21が2、22が4、23が6、70くらいある。やった70センチくらいあるコチが釣れました。やった逃がしてあげよう。はい、ありがとうね。とってもとってもありがとうね。あら、待て、俺のフィッシュグリップ高いんだ。あぶね。俺のフィッシュグリップは高いんだ。というわけで、超綺麗な大きいコチくん、ありがとう。いけますか。ゆっくり行こうな、一緒に。一緒にゆっくり行こうな。はい、いけるね。バイバイ。やったよっしゃありがとう。危ねフィッシュグリップ危ねやっぱベイトがいたからちゃんと狙ってるやつはいましたね。よかった、今日釣れて。よし、もう一匹何か釣れるか、頑張ろう。ベイトはいるな。こっちにも溜まってるの。チャンスありか。強すぎだな、おい、この向かい風。やりにくいにも程があるぜ。お、来た。わー、バレました。結構ね、硬い当たりでしたね。 LG ヘビーミノーに変えてみます。はい、次はじゃあ LG ヘビーミノーで行ってみます。これでちょっとゆっくりツンツン止め、ツンツン止めで、ちょっとスローな釣りに行きます。寒いんだが、今夏だよな。いや、もう10月だから夏もいいな。あ、釣れた。あ、夏ではないが、いつもの関門ハタが釣れました。よっ、かわいい LG ヘビミノーです。キャワさっきのコチに比べるととってもかわいいね。写真撮ろうっと。ちょっとあれですね、雨が本格的に降ってきてしまった。あらららら、雨はやめてくださいよ。あ、来たよ、釣れたよ、釣れた。やっほー、かわいい。ゼロフッキングで釣れた。よし、とっても綺麗でかわいいカモンハタですね。ほんと色とりどりというかさ、柄がそれぞれで面白いよね、この魚。カモンハタ、雨で冷てー。やった、寒い、乾燥、寒い。来た。食べるのが見えた。ピョーンと出てきた。赤黒いですね。もしかしたら今の石垣の方かもしれないです。ちょっと赤みがかってたんですね。もう一回来るから。おー、釣れてる。根がかりかなと思った。沖縄はさ、どうしてもタマンとかさ、まあ、ガーラ系、ヒラアジ系の釣りがさ、なんかもう人気があるけどさ、こういったライトロックってすげえ面白いの。おい、ほらほら、見た見た見えるんだぜ、食べに来るのが。最高だよ。だからね、もっと普及してもいいと思うんだよね。県外からさ、このために来てほしいくらいだよね。ほらほら、もう来ないか、さすがに。さすがにもう来ないか。面白いと思うんだよな、ライトロックゲーム。僕はね、ほぼ県外勢だけど、面白くてしょうがないもん、この釣りが。あー、ちっちゃくて黒いの見に来た。これいちいちおもろいんだよなー、これ魚見えるっていうのはさ。あら、また見に来た。小さいのだ。でも、小さすぎて食べられない。お、来た。見ました今の。どこから出てくるんだよっていうね。いいね、おもろいね、やっぱ。止めてこう落下してる瞬間に飛びついてくるもんね。おい、見ました、奥さん。あ、入られちゃった。いかん入られちゃった。よいしょ。これはまずい。あー、もう岩に引っかかってる。あららら、はいはい、あ、じゃあどうします。ああー負けたぜ、今のは俺の負けだ。
超人な旗がいっぱいいるんだよな。よいしょ。あ、来た。ほら見た。落ちてるのをさ、こう眺めてるだけで魚が飛びついてくるんだよ。見ました奥さん。面白いでしょう。はい。飛びついてきてくれたのは、まあ、いつもの関門肌ですね。かわいい。よっしゃおもろ。はい、ありがとう。バイバイ。全然全然服が刺さっていない。大して腹筋もしてないし。よし。お、あ、これはこれはいい肌だ。よっ、キャえい、よいしょ。ちょっと大きくなった旗。うわ、めちゃ雨降ってる。はい、サイズアップしたカモン旗。すごいとね、この大きな口で食べに行きます。やった、よし、逃がそう。この辺はちょっとでかいの来そうだからな。気合い入れていく。さあ、あー、気合い入れていくとかじゃなくて違う魚が釣れた。やった、一点増えないだ。はい、じゃあ釣れましたのは、あ、痛い、こいつ悪いやつだな。まあこういう時にグローブは便利ですね。刺さらない。はい、暴れるのは1点増え台です。1点増え台。やった、まあ逃がしてあげようかな。小さいしな。ありがとう。比較的近場でこうやってね、あのハタちゃんがよく釣れるのはいいポイントですよね。ここ、まあ天気は最悪ですけど。あ、来た。うわー、見た。見ました、今の。すごい飛びつきだよね。はい、カモハタの子供です。柄も可愛いね。よし、逃がそう。はい、ありがとう。よし、来た。見えるんだよ、飛びついてくるのが。まあ釣れんかったけどね。ほら、食べに来る。おもろ。おー、とよ。おー、いい肌だ、いい肌だ。おー、でかいでかいでかい。関門肌だよな。あ、ん？あ、違うわ。広さ、伊能広さ、あ、いいよ。伊能広さです。あれ、ちょっと、届かない。よいしょ。あ、俺ネット持ってたんだ。忘れてた。ネットの存在を忘れていた。じゃん。ちょっと待ってね。フィッシュグリップ使おう。よいしょ。じゃあ、釣れましたのは、伊能広さ、三つ葉、もちの魚です。すごいよね。こいつ、どうなってんだっていうね。この色。肝皮。よし。じゃあ伊能広沢くんでした。よいしょっと。ありがとうございます。はい。バイバイ。そう、これ以上先に行けるけど、ちょっと濡れるしやめとこうかな。こっちに投げながら戻ろうかな、今日も。あ、来た。あ、あ、いいの。あー、ばあーれ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 ー。あららららバレました。あららららららら、ちょっといい、かなり、ちょっとじゃなくてかなりいい魚だったけど、やっちゃったな、おい。まあ、ドラクも出たな。まあ、油断してたわ。超油断してた。結構ドラク固めだったんだけどね、出ましたね。さっきのコチよりはね、固くしてある。ちょっと岩礁とかリーフがあるんで、ここは。それでも出してきよった。何やつ。おお、雨が強いぜ。雨が、なんとのもんじゃい。釣れそうなんだよな、なんか。わあ、激しい雨だね。いやー、冷たいなう。寒いなう。これいつやむの。マジでいつやむの。帰るか、もうダメだ。はい、じゃあお疲れ様でした。雨がですね、大変に降ってます。もう降ること自体はね、知ってたんだけど、楽しくてちょっと長くやって
間に合わなかった帰るの。というわけでね、今日は大きいコチも釣れて、まあ良かったですね。寝坊するのも悪くないですね。本当は北部行く予定だったんだけどね。やった、うわすげえ、帰ります。お疲れ様でした、バイバイ。はあ大変だこれ。